古町商社で話し合われているのは、駅前バンダイエリアの将来像、熱い議論となっています。新潟駅前バンダイ地区の将来像について意見を交わす懇談会。今日は地元商店街の役員や企業経営者など12人の委員が参加しました。再開発が続く新潟駅前とバンダイエリアの活性化の鍵は、2つのエリアをつなぐストリートです。例えば新潟駅前の繁華街弁天通り商店街、市が提案したのは路上を活用し日中にカフェを営業するアイデアです。委員からは若者の利用が期待できるといった声の一方、和食居酒屋など既存の雰囲気を生かしたいなどの意見が出されました。まあ、自分たちが思うところと、また他のエリアからの期待されるところっていうところも、またその整合性っていうのもこれから詰めていって、まあ、より良い新潟になるようにと。人中心の街づくりということで、歩いて楽しい、で居心地が良くて滞在したくなる、そういうまあストリート作りというものを、空間作りというものをやっぱり進めていきたいというふうに思ってます。官民で模索する将来像、新潟市は来年度中にビジョンをまとめる方針です。